サ野大輔は、宮崎県延岡市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者、延岡学園高等学校時代には、3番、遊撃手として活躍。1994年夏の選手権、宮崎大会では、後に、楽天で、チームメイトになる、福森和夫がいた宮古野城高校を決勝で下したことによって、 甲子園での全国大会に出場した。しかし、全国大会の初戦で、東京農大二校に敗れた。高校卒業後は、NTT 東京へ進む。1999年に、NTT 東京野球部が、NTT 東日本として統合されたことにより、NTT 九州公式野球部へ移籍。第70回都市対抗野球大会に出場するが、所属チームが、 企業チームとしての活動を終了し、名称も NTT 西日本九州公式野球クラブとなる。そのまま所属していたが、2001年にチームが解散したことで、本田熊本へ移籍した。2002年には、九州地区予選で当時エースだった坂本智とともに、3番遊撃手としてチームを経引し、第73回都市対抗野球大会に出場して、 準優勝に輝く。2003年は第74回都市対抗野球大会に出場し、ベスト8に進出した。2004年2005年と都市対抗野球大会への出場を逃すが、JR 九州の補強選手として大会に出場し、三塁手として出場、JR 九州ではそれぞれベスト8ベスト4まで進出した。 2003年以降は全日本代表に4度選出され、社会人野球を代表する内野手となる。全日本では二類士として出場するなど、ユーティリティプレイヤーとしても活躍した。2005年の大学生、社会人ドラフト会議において、東北楽天ゴールデンイーグルスから8巡目で指名を受けたが、すぐに入団を表明することはなく、年齢的に、 プロ野球選手となることは諦めかけていたことから、同郷で高校の先輩である黒木智博に相談して悩み抜いた結果、29歳、歳始持ちでのプロ入りを決断した。背番号は12。現役時代2006年6月26日の北海道日本ハームファイターズ戦に8番二塁手で初出場、初安打となる二塁打を放った。 その後は同じく新人の西村渡るのほか、塩川達也と遊劇種のレギュラーを争うものの、出場選手登録、抹消を繰り返して定着できず、一軍では43試合に出場して打率。2 1十二終わった。イースタンリーグでは41試合で打率。348.4本類が、6盗塁と成績を残した。2007年開幕戦の西武ライオンズ戦で、 2番、三塁手、として、先発出場し、西口文也から、プロ初本塁打を放つなど、最先の良いスタートとなった。前半戦は、落ちるとこまで落ちたと、自身も語るほどの打撃不振に陥り、その間に、渡辺直人の対等もあって、先発を外れ、代打に回る機会が多くなる。しかし、その代打で結果を残すようになり、 ホセ・フェルナンデスの不審から交流戦終了後よりサンルイッシュでのスタメン出場が増えてきた。7月には池山龍館からアドバイスを受け腰を低く落とした打撃練習に取り組む。この練習が功を奏し、チェンジアップなど縦に変化するボールに対応できるようになった8月頃から打率が上がり始め8月10日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初のサヨナラアンダーを放ち 8月21日のロッテ戦でソロ本塁打を放った。この試合後、監督の野村和也は、勝負強いし、天才的なところがある。草野を3番に、とコメントし、これ以降は、先発投手の左右に関係なく、3番、3塁手で、先発出場が定着する。9月には15日21日24日27日29日30日と、 続けざまに、猛打賞を記録して、チームの勝利に貢献する、主君らをたびたび叩き出し、楽天の再開脱出の立役者の一人となった。最終的には、規定打席不足ながら、打率、320を記録する一方、守備面では、リーグ5位の14失策を記録した。2008年のオープン戦で打率、333と好成績を残し、3番、三塁手、 そして2年連続の開幕スタメン出場を果たしたが、開幕後は、打率が1割台と不振に陥り、2軍落ちした。夏場頃には調子を戻し始めたが、それでも成績は乏しかったため先発を外れることが、多々あった。また、8月からは、フェルナンドセギノールが入団した影響で、フェルナンデスが3塁に回り、自身は、代打、守備要因になったが、代打で、 連続打席安打を記録するなどここ一番での勝負、強さを見せた。2009年のオープン戦時に、右ふくらはぎの肉離れによって、登録抹消、開幕一軍入りはならなかった。4月12日の西部戦で一軍復帰し、6番、三塁手、で、先発出場すると、いきなり4安打を放つ活躍を見せた。しかし、中村のりの加入で開いた、 守備位置がなかったため、野村の苦肉の策として19日に、プロ入り後、全く経験のないレフトの守備につかせ、4月22日には、初めて左翼手でのスタメン出場を果たした。4.5月は5割弱の高打率を維持、球団新記録となる21試合連続安打を、記録した。シーズン途中に、外野手のトウッドリンデンを獲得してからは、攻撃的なオーダーを組むために、 セカンドに回った。5月25日に規定打席に到達し、打率402で首位打者に躍り出た。7月にはオールスターゲームファン投票で外野手部門3位に輝き、初のオールスター出場を果たす。河合優太から初安打を放ち、1戦目でレフト2戦目でセカンドサードを守ってユーティリティブリを発揮した。8月4日、 サードゴロを裁く際に、右足のスパイクで、自らの左足のズボンの裾を踏んで転倒してしまい、ぎっくり腰で一軍登録を外れたが、半月で再登録された。中村治の二軍落ち後は三塁手のレギュラーに固定され、自身初の規定打席に到達した率、3 0 5 54打点の成績を残した。一方、前半の活躍の警戒からか、 両リーグ最多の17支給を記録した。2010年、広島東洋カープから、アンディ・フィリップスの加入や、中村の副長によって、準レギュラーとして、開幕を迎える。その後、フィリップスの不調によって、レギュラーに戻るが、ランディ・ールイーズの加入によって、再び大画要院に戻った。また、同年は、内村健介や牧田明久などの台頭もあり、シーズン後半は、 内外やほぼ全員を巻き込んだレギュラー争いとなった。このため草野は毎日のように違った守備位置についた。2011年、新入団の岩村明則がサードに固定され、一類種のレギュラー候補であるルイーズの守備難という事情も踏まえ、選手企業のバリエーションを増やしたい、監督の保守の戦一の方針によって、キャンプからは一類の守備練習を開始した。 それでもシーズンを通じて調子が上がらず、2007年以降では自己最低の成績に終わった。2012年9月13日の対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍公式戦初の満塁本塁打を放った。しかし一軍公式戦には24試合に出場しただけで打率も241にとどまった。シーズン終了後の11月4日に 戦力外通告を受けたことから同月22日に現役引退を発表。球団ではこの発表を受けて11月24日のファン感謝祭で草野の引退セレモニーを開催した。11月29日付で NPB から任意引退選手として講じ、2013年には楽天球団のアンバサダーへ就任。 球団公式動画で選手へのインタビュアーなどを務めた。他、日テレプラス、東日本放送、NHK 仙台放送局などで野球解説者としても活動した。2014年から楽天の2軍打撃コーチを担当。2016年限りでコーチを退任してからも、球団職員として席を置いていた。2017年からは、新潟アルビレックスベースボールクラブへ派遣。 楽天コーチ時代の2016年に二軍チームが新潟との交流戦を実施した縁で野手総合コーチを務めた。新潟球団が NPB 加盟の球団からコーチを派遣されることや野手の指導に専念するコーチを常勤扱いで置くことは初めてで当初1シーズン限りだった派遣期間を2018年シーズンにまで延長した。 2018年の BC リーグ全日程終了を機に楽天球団のチーム統括本部へ復帰したが2018年12月29日付で退団2019年からは東北放送宮城テレビ東日本放送などで野球解説者としての活動を再開している確実性を書きやすい右足を大きく上げるフォームにもかかわらず天性の反射神経と 打撃技術でアンダーを放つ。一塁到達まで4.08秒を記録する。脚力も備えた。内野の守備に特別なこだわりを持っている。例えば三塁手として三塁線の打球を半身になって補給しようとした場合には、左目で球を見ることになって球を捉えにくくなるため、球を右目で見ることができるようにと、体をできる限り打球と生態するようにしている。また、 手のひらに直に伝わる感触を大切にしているため、グラブの下には手袋を着用していなかった、元アイドリングのメンバーの坂井ひとみとはいとこにあたる。ありがとうございます。